はい、今回はですね、ちょっとね、前回の補足をしなきゃいけないなということですね。で、まあ連休3日目ということでね、いい天気にもなってますので、ちょっとね、いろんな家のメンテナンスもしなきゃいけないということもありましてね、ドタバタやってました。と同時にね、ちょうど 3DS のあの SD カードなんですが、ハッと見たら、今ね 64GB を積んでます。本来は 32GB までが限界なんですが、まあちょっとね、フォーマットを変えることによって増やすことができるんですけど、その 64GB も調べてみたらもう満タンに近いと。あとね、ソフト1本分、まあソフトといっても、もう今ピンからキリまでありますけど、あれですね、ちょっとした大型タイトル1本分しかもう入らないことが判明したんで、今度はね 128GB に増強しようという作業をやってました。まあいかんせんね、そんだけ大きくなってくると、そうですね、パソコンにコピーしたんですがね、データを、まあそれだけで1時間ちょっとかかります。そんでまた 128GB の方に戻すのにも1時間かかりますんで、結構時間かかってました。でちょっとね、また話が今逸れちゃってますけど、一点ね、修正しておかないといけないなっていうのがこちらです。あったこれらですよね。 DSi だけで裸眼立体視というやつなんですが、この映像はですね、実は DSi の映像を撮影したんですが、ちょっとね、そこで問題があるということをコメントでね、いただきました。で、万が一買ってしまうと問題が起きてしまうので、こんな感じなんですよ。で、DSi の時は正直問題なかったんです。で、3DS でもソフトそのものは動くんですけど、これはですね、カメラがですね、こっちを見てるんですね。で、こっちの位置を把握してるので、それを、まあ、ソフトウェアの方でね、いろんな位置を変換して立体的に見せるような工夫がされているんだと思うんですけど、そのね、カメラの位置が DSi と 3DS では場所が違うんですよ。こんな感じで、よってですね、動作がちょっとおかしくなっちゃって、プレイできないというか、まともにできないという意見と、なんかね、すごい苦労したという意見があって、まあ、いずれにしても DSi 時代のようなスムーズな操作はできないということでした。なのでちょっとね、工夫がいるそうです。まあ、ちょっと自分も DSi でやっちゃって、動くじゃないかと思ってたんですけど、 3DS 確かにカメラの位置が違うんですよね。まあ、そういった意味で、まあ、お試しぐらいにはできると思うんですけど、よくね、気持ちよくプレイできるかというと微妙ということでした。そしてね、あと1点がですね、本当はね、付け足そうと思ってたんですけど、忘れてしまいました。DSi のソフトを、DSi のソフトか、ダウンロードした場合って、もう絶対にね、本体のメモリーしか使えないんですよ。で、SD カードには、SD カードそのものにはコピーできるんですけど、SD カードから DSi のソフトを起動させることができないんですね。できないんです。で、必ず本体に保存された DSi のソフトからしか起動できない仕組みになっていて、まあそんなね、仕様のため、入りきらなくなっちゃうんですよ。本体のメモリって、たかが知れてますので。で、消すしかないのかっていうと、そういうわけじゃなくて、SD カードにコピーはできます。逃がすことはできます。で、まあそういった方法を使えばね、将来ダウンロードが終わっちゃった後も、ずっとプレイ続けることはできるんですけど、普段プレイするときにいちいちこう、起動したいソフトをね、万が一 SD カードに入っていた場合は、一度本体の方に移してからゲームプレイにしなきゃいけないという仕組みになってますんで、ちょっと面倒くさいというものがあります。これはね、もう解決策ないかなと思います。本体からしか起動できなくなってます。なので、容量以上にね、DSi のソフトダウンロードした場合は、
SD カードに行ってしまうんですけど、 SD カードに行っちゃった場合は、いや違うな、ダウンロードがもうできないんですよね。ダウンロードそのものができません。でその解決策として、今入ってる DSI のソフト、本体に入ってるやつを SD カードに逃がしてあげて、それからね DSI のソフトをダウンロードすることになると思います。なのでね、ちょっとね使用上めんどくさいということがあります。最後に、あったこれだとところでやればよかったんですが、今になってしまいましたけど、引っ越しするかどうかっていうのがねポイントになります。特に任天堂ハード、例えばこのね DSI から 3DS に実はソフト引っ越しすることができたんですよね。できたというか今もできます。今もできるんですけど、まあ、当時ね自分も非常に悩みました。ここのソフトを 3DS に移行させるべきか、結果的にはしませんでしたね。そのままこっちに残したまま 3DS は新規にスタートさせましたよ。まあそこはいろんな考え方がありますよね。ちなみにまだ DSI ショップ、サーバーそのものは生きてますね。生きてますよソフトは何もないんですけど、確かね2本ほど置いてあるんですよね。2つほど置いてあります。何があるかというと、今アクセスしてますが、ポイントの追加とか一切できないんですけど、確かね2本残ってた、前見た時、あこれですね、Nintendo 3DS へのお引っ越しをは書いてないか、引っ越しと Nintendo DSi ブラウザーってやつですね。この2本現在もダウンロードが可能です。なのでこいつはね、まあ今もサーバーの上にありますけど、いつなくなっちゃうか分かんないんでね、一応ダウンロードしておいて、いざこの DSI が死にかけた時にまあ引っ越ししようかなと思ってますけどね。まあこんな感じで自分は結構ねずっと取っとく派なんですよ。なので 3DSA は引っ越ししてません。まあ、なんでかっていうと、まあせっかくね愛着もあるし、売らないしだったら置いとこうかなというぐらいです。まあ人によってはね、何個も置いとく余裕ないよとか嫌だよという人もいますんで、どっちがいいというものではなくて、その人のまあ考え方次第といった感じだと思います。まあそれが通じてくるのがね、こちらのね、例えばゲームキューブもそうですよ。ゲームキューブ、実はねその後継機種の Wii も、ゲームキューブのソフト動きますけど、まあその結果ゲームキューブ売っちゃったという人もいるかもしれませんね。 Wii で別にゲームキューブのソフトもプレイできますから。でもやっぱりね、こうゲームキューブでしか動かないソフトもありますしね、こういった周辺機器も動かなくなってしまいますんで、まあ基本的には映さないかなと、ずっと取っとこうかなと思うタイプなんですよ。まあ Wii から Wii U になった時もね、 Wii なんてのは結構ダウンロードソフトあったと思います。であれもね Wii U に引っ越すことができたんですが、まあなんでしょうあの時も悩んだ結果、 Wii には Wii のソフトをそのまま置いてきています。まあせっかくなんでね、 Wii のソフトは Wii でプレイしたいなっていうのがずっと根底にあるわけなんですよ。まあそこは考え方ですね、さっきも言ってますけどまあそんな感じでね、お引っ越しは自分はしないタイプです。はい、ずっとそのハードの上に残しておきたいといった感じでしょうかね。はい